はい、エブリワン。いや、正式によろしくお願いします。皆さんの方がいいかな。なぜかって、今回アモンガスがジャパニーズオフィシャルサーバー、ついに公式日本語対応したんだ。つまりジャパニーズサーバーで、そう、ジャパニーズソロぶつけ合いファイティングを行うことができるわけだ。ま、時間はかけてる。早速ファイティングに行こうじゃないか。ウェルカムトゥースペースワールド。嘘をつくにはもってこいの場所だ。最高じゃないか。今回は来る。つまり人道に目を見つけ出す。で、この通り完璧なジャパニーズランゲージ。すべてが日本語対応だ。システムも、世界も、何もかもが。名前は私イングリッシュだけどな。さっき人狼引いたんだけど、まぁ、ちょっとミスってね。まぁ、いや。さあ、ストーンをクラッシュアンディストレイ。とりあえず、はい。で、ディレクターが鳴ってるが、ディレクターの修復を多分誰かがやってくれ。でも、誰かがなら私がやるしかない。そうだな。何かあった時は私が対応しないといけないわけだ。でも、問題はなさそうだな。というわけで、ピンクとシアの偵察行動を見ていこうじゃないか。少なくともこの殺しには彼ら二人は関わっちゃいない。人は死ぬ。みんな私もそうだ。だが死ぬのは今じゃない。さあ、リポートプレスだ。状況がなければ推理ができない。だから情報してくれ。コープスポーションを。しかし、相当速いスピーディーだよな。うん。これは確定的な容疑者がいたんじゃないのかな。うん。こんなに速いってことは、速攻結構早く殺せたってことだな。ポジションはディアクター。つまりディアクターで殺人が起きた。死者は一人。だが、この、まあ確かに一緒にいたからこの犯行は無理だけど、潜伏してるのかい。一人ってことは、もしかしたら誰かもう一人潜伏してる可能性があるからさ。ディアクターにデッドという、いや、待て。私は、そうだな、今回俺の情報待ってね。カフェと、ナビ。じゃ、カフェとウェポンを、ウェポンのところを巡回していた。まあ、紹介任務だな。重要なのは主婦一人。オレンジがキルしたの。だったら今回の結末は早いんじゃないか。侵食が進むにつれてチャンスはなかったく。チャンスがあるしに敵は潰す必要がある。そうは思わないかね。面白くても世界は救えないさ。さて。もう、イエローがそう言ってんなら、見間違いじゃないんだな。あんたが真相言ってるなら、まあ、オレンジメスはそうなるよな。イエローかオレンジ。つまり、この時点ですでにサスペクトは定まった。どちらかを、ローラーしてもいいかもしれないな。ジェンドの魔女軍、チップをかけるなら今なんじゃないかな。どう思う？で、現状も、こうは狭まったんだ。ホワイト、イエロー、オレンジか。少なくとも、水色とピンクは、この殺しにはかかってない。あくまでもこの殺しにはな。ディアクターは俺言ってないからその場には関わってないんだよ。だから勘で誰かを釣るしかない。誰かがしないと情報にならないからな。私はさな、ホワイトにボーデマート。この投票がどんな未来を生むのか。そしてどういう風に世界が動くのか。オレンジが今回の削除対象。オレンジはオレンジジュースになってしまった。この世界の法則を変えるには、犠牲が必要だ。彼がインポスターだことになろう。さて、そして作戦行動を再開する。動け。待ってね、ごめんね。これね、半角と全角があって、ちょっとこれ、日本語の代償っつうか、待ってね。ちょっとこれを変えないと移動できないんでね。待って、ウェイ。オーケー。ワールドセッティングは、25、25秒。クールランがね。つまり、25秒後に殺しが起きる可能性がある。リアクターは彼らに任せよう。で、シアンはおそらく、多分、まあ、わかんないから、25、まあいいや。とりあえず、ここにいて俺が殺さればシアンがやったとこになるからな。さ、データダウンローディング。ワッチュープロローム、何か問題でもあったかね。ただ、自分からボタンを押しに行くのは結構白臭いんだよね。問題でも。イエローは多分白色の気がするんだよね、ボタンを押したってことは。あれが、ローラーによる大量殺生が起こるのみかな。それとも、ローラーに、待ってね、ローラー。ローラーによる、ちょっと待ってね、コンバートが、ローラーによる、ビッグ、カタストロティが、お好みかな。わかるよ。市民にも殺戮衝動はあるもんな。誰もが抑えきれない衝動だよ。それもいいだろう。フォール・ザ・ダークネス、闇に落ちようではないか。どうするんだ、諸君。ローラーするなら構わない。オレンジが完全にこ、インポスターは投票としかキルできない。オレンジいない？じゃあ、君目線もホワイトしかいないんじゃないのか。ここはホワイトをするのがベストアクション。ローラーをしようじゃないか。ローラーをするなら戻れないけどね。一方通行ってやつだ。片道切符だぜ。だけどもうイエローがオレンジ違うってならホワイトしかいないんだよ、もう。それしか選択肢がない。違うか。で、水色は多分ね。でもお前はやってこなかったことが多かった。クールランでやれなかった可能性もあるけど、あれは市民の動きっぽいんだよね。なら白を釣るべきだ。イエローはリポーターだから、遠い方面である。
白で子供。いや、ちょっと待ってくれ、待ってくれ。イエロー目線もうオレンジが違うならホワイトしかない。だからもうホワイトするしかないんじゃないか。てか、ホワイトも釣った方がいいだろ、これ。一緒。手遅れになる前にな。待ってくれ、待ってくれ。ホワイト、ボルマート好き。後悔しても知らないからな。あんた目線もオレンジが違うならもう白しかいないんだ。まあ、君が知る分には別に俺は構わない。だが私が死ぬのは許されることじゃないわけだ。私は生きなくてはならない。未知なる未来のために。そして、ドアクローズド。未来も閉じられ。いや、未来は閉ざされないさ。この私がいる限り。さあ、プリースオープンプリース。オープンジドア。オッケー。リアクターは行かない方がいいだろうな。多分リアクターで呼び寄せる可能性もあるしな。そう考えたらリアクターの外で多分殺す人間もいるだろう。カモーン。カモーン。ダウンロ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 ンダウンロン。クールな、わかんないけど、水色ならやっててもおかしくないタイミングだな、ここ。いやー、わからない。水色の血。オッケー。そうだね。水曜、金曜、火曜、土星。いやー、待って待って、本当になってんのか。まあ、いや、そんなプラネットのことなんかどうでもいいんだな。プラネットのことなんかで今は犯人を見つけなくてならない。そろそろクールダウン的にやってくる時なのかもしれん。オッケー。ウェルカムダルミ。アップロードしていきます。レディー、ゴー。遅いな、ここ本当に光回線繋がってるのか。宇宙だったらとっくに繋がってるとは思うのだが、ヘッドコードアップロードコンプリート。ここは彼に任せよう。OK。冷静に、ステイフォーカス、ステイゴーライト。OK。冷静にない、ミスでもなんかない。で、シアンだったら多分このタイミングもうやってるよな。Alright。ピンクか。で、ピンク。ブラック。パープル。イエローとホワイトはどうなってんの今。あいつら姿見ねえけど。彼らは見てないんだよな。今のイエローとホワイトは。ブルー、ピンク、イエロー、レッド。アウト。これ左側なんじゃないか。死体。あれば。電気室か。新諸君、報告を、ディボートプリスタ。ディアクター。やはりか。リアクターに行った人間は疑われる。イエローとホワイトの姿が見えてないんだな。みんな右側にいたじゃないか、さっき。白ではない。ただ死んでるのは一人なんだよ。だからまだ断定はできない。潜伏した人道もいるかもしれない。ただキレページはすごく遅いんだよ。死者は一人。断定していいのか。やってこないからっつって。潜伏者もいるかもしれないんだぞ、実際。てか、ホワイトはもう、これ、釣りたいんだよ。できれば、ホワイトはもう、できれば俺としてはね。大声じゃ言えないけどね。ただ、水湯なら俺を殺すチャンスはあった。これ、時間的に一人の可能性もあるのか。ソーリー、ソーリー。これは失礼したよ。大丈夫だ、好きなのも。ただ、視野、水色は違うと思うけどね、俺は。十分やるタイミングがあったし、チャンスもあったと思うんだよ。人道だったら殺せると思う、俺のこと。一つの考え方はちょっといいかな。テンポ的にこれオレンジがね、サスペクだった可能性もあるんだよね。純粋にのんびり屋さんの可能性もあるけどさ、二人が。あるいは日本人は慎重だからか。あるいは今回のグロシアはのんびり屋さんか。戦場でのんびりしていいのかね。まあ、俺としては足場を固められるから問題はないのだがな。それか。いやいやいや。ちょっとコンバートが、変換が、待ってね。ここはスキップでは問題ないから、オレンジが順だったらフォワード釣る必要もないしな。まあ実際どうなのか、真相はまだは闇の中だから。ただな、仮説がいくらあろうか答えは一つなんだ。そう。だからそのアンサーさえ見つければ、とにかくでかい状況証拠があればね、助かるんだけどね。で、誰が人道かも今ね、残ってるかもわからない。俺たちは闇の中でな、答え見つけていくんだ。そう。この暗い目だからな。だが、目に映るものが全ては限らない。ここはいる室行くか。OK。サンプルチェック。さあ、頼むぜ。そして俺は電気を修理しなきゃいけない。壊れたものはすぐに直せ。そうだ。マシーンでもな、壊れても直せるんだ。それがマシーンの居所。死んだ人間は怒らせることできないけどな。で、ネクストエリアはどうしよっかな。ここはちょっと電気室を見ていこうか。彼らがいるうちに。やるならやってもいいんだぜ。証拠になるからな。ここで殺せば俺の死は無駄じゃない。閉じこもったのが、待ってね。ポケモン。ワン、ツー、トリー！オッケー。
スイッチオンライン。で、閉じ込められたがピンクとシアンとパープルか。あん中に容疑者がいるならパープル、うん、ピン、ちょっと待ってね。よし、みんなで行こう。みんなで行こう。の前にチェックとスイッチだけ入れとこう。オンライン。オッケー。スイッチ入れて、さあ、解除だ、解除だ、解除だ。ここになかったらピンクと水。水色は多分違うと思うから、ピンクかパープルちょっと怪しいんだな、俺的には。で、パープ、まあいいや、オッケー。許していこう。我々はタスクをやることを最優先だ。我々にはミッションがある。パープルがこっちに行こう。ブラック、待って。黒だったら俺のこと殺してるよな、これ。少なくとも。オッケー。サンプルチェック。レッドアイコンセレクテッド。Thank you very much。さあ、残りのディメインタスクはあとはワイヤーだけだ。このタスクは我々は紹介任務に移行できる。ブルー、ま、ブルー、焦るな。ブルー、レッド、イエロー、オッケー。さあ、私のミッションは完了した。あとは偵察行動しながら。お、デッドボディはピン。黒なら俺のこと殺してるよな、さっきの状況でも。多分ブラックなら違うと思うんだ、私の意見だとね。うん。で、黒違うならピンクが死んで、状況的に考えればこれパープルなんじゃないかな。イエローとホワイトが一緒に行ってたらもうアリバイ証明。じゃあこれ、もう、これもうパープルなんじゃないのか。待って、俺の意見だけど、これもう状況的に感じたらパープルが怪しいと思うんだよね。それが一番理想的なベストアンサーなんじゃないかな。いかがだろうか、ショックン。で、閉じ込めた時はピンクと水色とシアンなんだよね。だから閉じ込められたことも考えたらパープルは随分容疑者候補には近いと思うんだけど、俺はパープルを始末したい。ああ。ここでやらなきゃ嫌な感がする。ブラック君、気が合うね。で、白、黄色のアリバイも証明されてるの、ここでもう。一緒にいたらな。どうだろうか、パープル君。パープル、それはバイオレット。毒の色だ。毒は早いうちに除去しなくちゃいけない。で、水の紹介とかの考えで、どう考えても殺すタイミングがあったはずだ。まあ、あっぱれだけど水だったな。で、黒は人ならこんなに報告はしない。間違いなくね。俺は思うよ。そう考えたら僕はパープルをキルしたいんだけどね、もうこの時にはもう。それがビューティフルワールドの第一歩、ワンステップなんじゃないかな。いかがだろうか、パープル君。それに彼にも俺を殺すチャンスがあった。オッケー、ボートパープル。紫を投票しようじゃないか。彼を釣って平和な世界を作れ。それが我々のやるべきミッションだ。Sorry, please accept. 受け入れろ。This is a war.これが戦争だ。ボードアウト。Alright, パープルダウン。順当な結果だね。おそらくディソーニングと土台から見て、彼がインボスターの可能性は十分考えられる。そして、オレンジが陣だったらもうこれで終わるんだよ。だから、これで終わんなかったらもうあとはね。That's the textbook. 教科書通りの線から、我々のミスターの世界は無事に守られた。ただやっぱ、ジャパニーズ様、日本語部はやっぱ長いな。これもう10分以上経っちゃったからな。結構1試合が長い。It's ready to engage. Be quiet. 5分の1のカードを僕は引き当てた。殺しの流儀を見せてろじゃないか。ショータイムだ。勝てるゲームには勝つ。いつものこと。このカードキーで残った連中をエクスキューションしてんだがうまくいくかね。Everyone, good night. And you say good night forever. 安らかに永遠に眠りたまえ。最も安らかに眠れるわけないか、こんな殺し方じゃ。さてと、できればネクストキルを電気室で行いたい。証拠は消しとこう。シアンをできれば始末してんだが、まあうまくいくかどうかはわからない。これはどう、ちょっと無理だな。ならここから上に行くしょう。誰かが電気室でそこで殺せるかもしれない。そうだ、チャンスともな、巡ってきた。バレないよな。少しでも数を減らしていけばどんどん有利になっていく。狙えるチャンスは掴んでいく。ああ。そこでしかチャンスがない可能性があるかな。特に終盤になればなるほど。イエロー、パープル。タスクをやるふして時間を稼ぐ。オーライ、デッドマンカンファームド。さあ、情報を教えてくれ。君たちの情報とやろうね。状況。データをリポートプレスだ。情報を教えてくれない限り何も始まりはしないからな。コンディションの把握がファースト。誰かがそう教えてくれた。電気室。さすがは殺しの名所だね。ああ。多くの人間がそこに行き、そこでくたばっていく。
ただ推理には感情は捨てろよ。感情次第で大きく左右されることもあるからな。あくまで推理だかな、その時は。で、容疑者候補は ?To the suspect? 教えたまえ、容疑者候補。と言ってもこの状況はスキッピに持っていけるけどな。結構時間が経ったし、アリバイはかなり消されている。ああ、そうだね。俺はまだ、黄色は、確認している。味方作り大事。アリバイがね、ほぼ消されてるんだよ。ともかく答えが出ないなら答えを出さない方がいいかもしれないぜ。で、白は放置か。他に確認できた人間はいるか。どんなにジューニアスだろうが情報がなければ推理はできない。ギャンブルプレイも一挙。あー、ミーを疑うか。事実だな、それは。そうだ、俺はストレージを。いや、まあ、待て待て、ちょっともちろんしっかり順序を話そう。エンジンからストレージを経由した。ちゃ、待て、コンマとか、漢字の変換が。経由した。で、俺は電気室は最初に、いや、待て、この書き方じゃ疑われるな。待て待て。電気室は、できれば近寄りたくないから、最初に寄った。待って、これ言っちゃダメだ。言っちゃダメだろ、これは。必要以上に情報与えるなんかないんだ。そうだ。必要より情報与えるやつら行動を起こせ。俺だけは知ってる情報を俺だけに押さえとかないとな。うん。さーて、答えの見えない言葉遊びはこれで終わりだ。作戦行動を再開する。勇気は出さなくちゃいけない。だけど彼らも市民同士の殺しは避けたと思ってるんだ。そして情報がない以上疑いようしかない。確実な証拠もなくな。さて、クローズ。まずは時間を稼ぐ。タイムだ。時間を制する者が戦争を制する。戦争だけじゃないけどな。さて、チャンスが来れば行動そう。だが下手にチャンスを作る必要はない。チャンスを待つのも大事なことだ。牽制しよっか。いや、さて、誰かを餌食にしたいんだが、どうしましょうかね。誰かいいターゲットがいればいいんだが、お前だな。ダイ！まずは一気。さて、とりあえず離れよう。アリバイを消す必要がある。黄緑が右にいたのか。デッドマンカンファームド。ふん、オッケー。チェックだ。報告を。よし。あとはワンステップさえこなせば勝利。エレクトシステム。おいおいおい。黒？ブラック？そうか。それはリアリーか。だったら話は早い。黒を釣ればいいはぐら。そうだろ？そうだ。現場にいた彼が容疑者じゃないか。だから黒、あれ黒死ん、待って、これ黒いないじゃないか。あ、待って、やばい、くそ、自分で自分の墓穴を掘ってどうする。やばい、これはいただけないプレイ。私は当時アッパーにいた。そうだね、コブラン、オッケー、分かってる、落ち着けよ。電気を直そうとした時にやられた。そこでやられたか。ただ黄緑は違う。右に、いや待って、この情報俺しか知らない。緊急の前で。どうしようかな。黄緑は、医務室か。いい情報だ、ヤロー君。その情報を使わせてもらうぞ。電気室と。情報を使って戦えるのは人道もそうなんだよ。市民だけじゃなくてな。そしてこの状況で白が勢力したのは考えづらい。だって考えてくれ。白が人道だったらここで勢力するメリットなんかないもんな。もうチェックがかかってるんだ。この状態でディポートできていくメリットはない。その通りだ。よし。
これは彼を死刑執行に持っていけるね。確証はないが、キエラなんじゃないか。弱みを見せるな。今のところはプラン通り。今のところはね。多分明確にできると思うけどねえやろ、これだよ。ジェンドの魔食いかがだろうか。ここはもう、私は、黄色で、生き、待て、ノータイム、時間ない、ボールアウト!か、あーた、まあいいや。結果は変わらん。RIP。ありがとう。君たちのおかげだ。君たちの素晴らしい行動により、私たちは救われたんだ。私たちはな。やっぱりね、ちょっとごめんね。どうしてもやっぱりね、アモンガスってね、集中したら喋れなくなっちゃうんだよ。本来ならやっぱテンション高くして実況すべきなのかもしれないけど、どうしても日本語とでやっぱりいろいろ考えながらやっちゃうから、どうしてもトークがおろそかになっちゃうんだよね。よくも悪くも。あとやっぱ日本語版のアモンガスやっぱり長い。よく言えば本当にじっくりやれるけど、悪く言えば本当にとろい。だからまあ、でもまあ、また機会があったら日本語版やろうかと思ってる。というわけで最後までフェイクバー、シュアゲンベイビー。バイ。しかし、あれだな。今回はうまくいったな。まあ、うまくいかなかった子をカットしてるんだけどな。